脳ヘルニアは脳浮腫や血腫により頭蓋内圧が異常更新した場合に脳組織が一定の境界を越えて隣接空へ貫入した状態である。発生部位と貫入する部位によっていくつかの種類がある。発生部位が小脳テントよりも上、下で発生する 1. テント上サプリテントリエル H2. テント下インフレテントリエル H に2分する 1. テント上には テントギレコン、ヘルニアトランステントリエル H、大脳カマシタヘルニアサブファション H、ケース外骨、ヘルニアトラカルバー LH、長径骨炎ヘルニアスフィーノイドリッチ H がある。2、テント下には、上行性テントギレコン、ヘルニアアップワードトランステントリエル H や、小脳変動ヘルニアトンスラー H がある。 重篤するかどうか分かりやすい分類意味としては、ヘルニアによる部位が脳幹機能を低下させ自発呼吸への影響を予見できるかどうかである。テントギレコン、ヘルニアトランステントリエルハーニーションには、ハリヘルニアと中心性ヘルニアがある。ハリヘルニア脳腫瘍、脳出血などで、テント上空の圧が更新し、側頭葉内側部がテントギレコンを越えて下方に貫入した状態である。 この際、脳幹が圧迫障害される。この起点が進行すると脳幹に二次的に拒血、不腫、出血が生じる。症状として、意識障害の進行、観測もしくは、体側の動向三大、動眼神経麻痺、変麻痺、病的反射が現れる。さらに、除脳硬直が起こり、脳幹機能が麻痺すると、自発呼吸は消失する。 中心性ヘルニア、ハリヘルニアと同様に、テント状病変により、脳幹が垂直方向に移動して障害される。意識障害、呼吸異常、宿動、除脳硬直などが見られる。このうち、肩麻痺がテント状病変と同側に出現する症例では、圧迫を受けて変異した体側大脳足が、テントギレコンで障害を受けており、この際の圧根を、カーノハンギレコンカーナハン、 エスノッチドという、テントギレコンヘルニアの症状が現れたら、迅速に、減病層の除去や、減圧処置を行う。除脳硬直に達すると死に至るか、回復不可能な症状を残す。他方、テント下空の圧が更新し、小脳の一部が押し上げられてテントギレコンに貫入する、場合を、上厚性テントギレコンヘルニアという、小脳変頭ヘルニアトンスラーハーニーションは、 大光統合、ヘルニア、大光ヘルニアとも言う。ゴズ外科の小脳腫瘍や出血により、テント下空の圧が更新し、小脳変動が下方に押し出され、大光統合内に貫入した状態である。また、テント上選挙勢病変が進行すると、テント切れンヘルニアを生じ、さらに二次的に圧が下方へ生ずることもあり、最も緊急の処置が必要とされる。 点とした病変により、小脳変動ヘルニアを生じた場合、塩髄の呼吸中枢が障害され、自発呼吸停止となり無呼吸を生ずる。意識消失の前に呼吸停止が起こることがある。五頭外科選挙性病変に不要意に、腰椎潜止を行い、髄液を排除すると無呼吸を生じやすい。無呼吸を生じた場合は直ちに気管内相関を行い、 通常は閉塞性水頭症を伴っているので、側脳湿腺子、外髄液ドレナージ、髄液シャントなどを施し、可能であれば、減病層を処置する。内圧更新が緩やかに進行し、かつ代行が広い場合には、小脳変頭が過方変異していても、塩髄圧迫症状を起こさないことがある。大脳化マシタヘルニアサブファション H は、 大脳内側面の体上界が、大脳が魔界を越えて体側に貫入した状態で、体上界ヘルニアとも言う。このヘルニアのみでは重篤な臨床症状を示さない。腸径骨炎ヘルニアスフィーノイドリッチイチは、前頭葉の選挙性病変により前頭葉仮面が、腸径骨炎を越えて、チューズ外界へ貫入、もしくは側頭葉選挙性病変により、側頭葉の、 全部が全頭外科に貫入した状態である。テントギレコンヘルニアや小脳変桃ヘルニアと異なり、臨床的に重大な問題を起こすことは少ない。ありがとうございます。